イスラエルとは古代のヘブライ人を先祖とし、主としてセム系の言語を用いる民族。メソポタミアの東方からと来し、牧畜生活をしながら川に沿って北上南下し、カナンに移住した後、エジプトに移住して、奴隷となり、エジプトから脱出した後再びカナンに入り、統一イスラエル王国を建てた後南のユダ王国と北のイスラエル王国に分裂し、 バビロン保守と呼ばれるアッシリア・バビロニアによる国民の連行を経験し、リソンの地でユダヤ教の基礎を確立し、バビロニアに変わった支配者ペルシアの許しにより、パレスチナへ帰還した。旧約聖書には、この民族の祖先ヤコブが神と格闘し、神の勝者という名を与えられたと記述されている。これは、実際には、セム系部族であるヤコブ族がイスラエルと名前を変えたか、 派生したことを示していると考えられる。また、イスラエルの共同体はエジプトを脱出するときに、アブラハム族、イサク族、ヤコブ族という部族からなっており、それぞれの神を持っていたが、神をヤハワに統一したなど様々な説がある。聖書では、ヤコブの子孫が十二に分かれたことが記載されており、ヤコブの子ユダが、部族名となり、後日の国名となって、地方名となり、 現在のユダヤ人の祖先となったと考えられるのであるがユダヤ人は民族性と同時に宗教性の強い集団である。またイスラエル人はこの歴史の荒波の過程で多くの子孫型民族に同化されていると考えられ、イスラエルの失われた獣子族など様々な憶測を呼んだが北イスラエル王国が滅びる時には多くの住民がユダ地方に難民として逃れてきており、 それほどの離散はなかったという説もある。この民族の特徴としては、離散するたびの幾度ものパレスチナへの帰還絶対的正義、絶対的唯一、抽象的な神を喪失したこと国家の滅亡後も、ユダヤ教によって統一性を失わなかったことなどである。ユダヤ人は、ドイツなどでは、イスラエル人、ロシアでは、ヘブライ人という言い方をされる。詳細は、ヘブライ人。 古代イスラエル参照。ラテン文字本字。イゼラエル。ありがとうございます。